どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームをしていたい中の人、エルザです。バージョン 2.1 になって虚構叙事が更新されましたね。ユミが実装されてから初の虚構叙事となります。今回は過去にもあった爆裂を使っていくステージギミックとなっていますね。なので全体必殺技持ちが活躍するチャレンジとなりますので、ユミはもちろんペラなども相性が良くなっています。ここら辺を見てみるとね、何かと弓接待な感じはしますね。なので弓の編成はもちろんしっかりとクリアを目指して使っていきたいなと思います。それではまず今回の前半と後半の敵を見ていきましょう。前半の敵は氷と物理弱点が多くなっています。特に最後のボス戦では物理弱点が多いので、アルジェンティは相性が良さそうな感じになってますね。星4で言えばヘルタとかも相性が良さそうです。後半は風と雷の弱点が多くなっています。読みを活かすなら前半よりも後半に持ってきた方が活躍はしやすいなと思いますね。見た感じだと前半が耐久面が高い相手が多いので対策が肝になりそうです。でここを先に感想だけ言っておくと、後半は正直4万達成っていうのはすぐできたんですけど、前半がかなり難しかったですね。誰か一人を入れたり抜けたりするだけで平均で1万ぐらい上下するものだったので、かなり大事なところかなと思います。それでは攻略をする編成について紹介をしていきながら、前半と後半それぞれ動画を見ていきたいなと思います。はい、それでは前半から見ていきましょう。前半の編成としてはアルジェンティ、ルアン、花火、慶雲でいきます。アルジェンティとヘルタの2枚編成もやっていたんですが、火力がいまいち足りないということがありましたので、必殺技の回転が悪くなったのもあり片方に絞りました。アルジェンティはオートよりも手動でした方が必殺技のダメージをコントロールできるので、そのあたりもうまくやっていかないと難しい編成となっています。またバフをモリモリ編成にした理由としては、確実に倒しきるっていうのを大事にしてますね。今スペシャル使いましたが、確実に雑魚を蹴散らすっていうのは大事です。また速度の面でも結構心配のある編成となりますので、噴出を採用して必殺技の後の速度を上げるようにしています。あとは花火の行動速度アップもかなり重宝しますので、 SP の管理をしっかりとしていきたいところですね。この SP 管理がね、意外と枯渇しやすいので気をつけるところかなと思います。それでは前半で気をつけるところとして、ウェーブ1とウェーブ2のターン消化を抑えるのが非常に大事となります。特にウェーブ2の場合は敵が思ったよりも HP が高くなってます。この中で言うとワンちゃんですね。で行動不能系の攻撃を持っているので、まとめて倒すことが重要になります。 HP 高い上にミスると行動不能も受けるっていう、結構ね難易度が上がってるんですよね。なのでアルジェンティは必殺技を出し惜しみせず一気に殲滅するようにしていってください。あ、ウェーブ2も中盤ですね。あ、できるだけこんな感じでアルジェンティの必殺技を使っていく感じになります。ルアンに関してもね、なるべく陣勢を意識して攻撃するのが大事ですね。今回はデバフは受けなかったようです。これはかなりラッキーなところですね。さあここで必殺技が溜まったので一気に敵を攻めしました。役目を果たします。消え去れ。ここは花火でアルジェンティの速度を上げて、順番的にもう一度スキルを使ってもらった方が良かったかなと思います。それではウェーブ3入っていきましょう。まあ、最終ウェーブですが、ウェーブ1、2同様アルジェンティを強化しながら必殺技をなるべく1段階で使っていきます。まあ、ちょうどね溜まってしまえばバウンドも活用してっていうのがありますね。このシーンはちょうど使えそうだったので、今回はマックスまで溜めてます。さあダメージはというと30万ぐらい。バウンドがね一気に稼げるんでね、まあ、使えるだけは使っていきましょうというところです。まあやることとしては、とりあえず周りの雑魚を一掃しながらジェパードだけを残るように動くのが大事となります。炎の敵とかもいますが、ああいうのはアルジェンティ以外でもルアンとかで人生削るとかしておくのも大事ですね。
あの光と空にある、まあ、ただねこれだけね必殺技が回せるとアルジェンティンほんとね戦いやすいなと思いますね。ただこの編成耐久面かな、ね、そこだけが心配なところです。でうまく連続攻撃が刺さればアルジェンティでスキルと必殺技で一掃ができるようになってます。今もスキルを使って必殺技が溜まって必殺技でさらに倒す、あの光入れ替わりが発生すればそうですね。まああとは耐久がね、あ本当ねこれ運なところもあるんですけど、今アルジェンティのライフ76なんだよね。かなりやばい状況です。ただここで帝運の必殺技で EP 回復してアルジェンティのターン回してってこういうご利用しもできます。でルアンの相性が良くて、まあ人生削りをしてしまえばジェパードのターンが回ってこようが一旦は潰せるところもありますので、こういった時間稼ぎが非常に大事ですね。準備は口ない。さあでここでアルジェンティの必殺技を使ってもう少しというとこです。この辺りはスキル稼ぎましょう。効果で一旦ヒル見ましたね。ここでアルジェンティスキル使って10万というところでクリアとなります。まあこんな感じでやるのがいいですね。それでは続き後半に行きたいなと思います。後半の編成としてはアフカ、復元、テラ、読みでいきます。雷特化の読み編成になっていますね。編成の難易度は高めとなっていますが、予備の編成を試してこれが一番安定感がありました。まあ頬とかもね試してたんですが、正直復元の方が相性良かったですね。で一番編成で入れて良かったなと思ったのが実はペラです。特にペラを入れることによって全体の防御力ダウンだけではなくステージギミックの爆裂とも相性が良かったですね。まあ、全体に付与できるので敵のターンが回ってくるだけでダメージを受けるという状況が作れます。あとは読みの育成が整っていればそれなりに火力は出せたので、そういった意味でもペラとの相性は良かったですね。また読みの必殺技を発動しやすいように純爆を採用しています。敵の行動の時にデバフを発生させ、読みの必殺技の回数が増えますのでかなりありがたいですね。これで相手のターンでも読みの準備が整うので、かなり回転率が上がって相性が良かったです。読みを編成するときは前半後半どちらでもいいんですが、必ず純爆を採用するようにしてください。これをしないとね正直辛いなと思います。敵の脇と行動風に対して読みの耐久値が持たないっていうところがありますね。でこちらに関してなんですけど、まあ、全体的に考えることとしては読みの必殺技が使えるようにひたすらデバフを意識するっていうところです。でここでデバフを意識するっていうところなんですけど、特にペラに関しては効果命中はかなり上げておくようにしておいてください。じゃないとデバフがほんと稼げないので、全く読みの必殺技のたまり具合が変わってきます。で必殺技も積極的に使っていってください。でカフカに関してなんですが、効果命中はそこまでなくても大丈夫です。それなりに感電を狙えるのでそこまで効果命中は必要ないかなと思います。さあ読みもしっかりとスキルを使っていきましょう。復元はなるべく通常攻撃です。さあここでスキルから必殺技で一気に2つ分貯めましょう。このワンちゃんに関してはもうそこで倒した方が楽なのですぐ倒していきます。それでは最終ウェーブ入ってきました。またカフカを入れた理由に関してですが、味方の通常攻撃で追加攻撃可能だからです。この追加攻撃にはデバフを付与する効果がありますので、まあ、そこを狙って攻撃していくっていうところですね。まあ編成的に通常攻撃が増えるので意外と相性がいいというところです。まあカフカの速度にもよりますが、それなりにターンを回せるなら追加攻撃で読みのゲージを貯めるということが十分できます。正直ね追加攻撃があるかないかで全然変わってきますので、編成的に相性はいいのかなと思います。まあ花火が入ってるんでね、 SP をガンガン使える分気にしなくていいんですけど、花火なしの編成の場合はそういったバランスを考えて追加攻撃もうまく活用するといいかと思います。それでは必殺技も使ってどんどん防御力を下げていきましょう。これでデバフも溜まるんでね、めちゃくちゃいいですよね。で敵のターンで純爆で必殺技が溜まりました。あっという間に溜まるんでね、めちゃくちゃ予備と相性がいいなと思います。全体の防御力下げましょう。はかり屋のね防御力が下がるのが一番でかいね。
こちら側が優勢です。今通常攻撃でデバフをかけて、今のでまだ立ち上がりますか、追加攻撃でさらにデバフを貯めると、ね、必殺技を使ってデバフを一つ貯めて読みの必殺技、意外とねこういうところでねカッカと相性がいいんだよね。涙、まあ、虚構女児のこの純白との相性の良さが相まってっていうところなんだけど、まあ、本当カフカとは相性がいいと思います。まあここでね復元がちょっとね凍結してるんで耐久が脆くなってますが、まあまあ戻ってきたんで大丈夫でしょう。まあ残り0ラウンド、ここで決めていきたいところですね。あと5000というところでここのあたり倒せばどうにかなるというシーンです。で、必殺技予備のところでちょっと注意が必要なんですけど、今左右にいた敵を倒せたと思うんですよ。なんですがこれ例えばアカリアのライフもゼロにした場合1だけ残るようになってます。なので予備の必殺技で倒すよという時はなるべく周りの雑魚がいない状態でプラス味方のターンもあるような状態にしておいてください。アカリア削れ切るとねとりあえず倒せるかなって印象あるんですが、必殺技で複数体同時に倒すっていうことは虚構除去はできませんので、必ず1体だけ残して倒すようにしておいてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、今回もね無事8万点達成というところですが、正直難易度はかなり高かったかなと思います。まあ、編成自体もねそもそも限定星5が多いですし、ヘルタよりアルジェンティの方が相性が良かったりと、新規にはねかなり辛いかなっていう風に感じました。で、特に前半に関してはアルジェンティをヘルタに変えるだけで1万近くポイントが下がっていましたね。ただ3万点狙えない感じではないので、サポートキャラが揃っているならヘルタでもいけると思います。また後半は弓と星4編成でも3万点超えは狙えたので、後半の方が難易度は低く感じました。もちろん育成の難易度は高いんですが揃えやすいので試してもらえればと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。